じゃーん愉快な登場ですね、今日も。はい、今回は我々はですね、函館のラビスタのアネックスの方に宿泊してみたいと思います。このラビスタっていうのはね、北海道の中でかな、朝食がね、ナンバーワンに輝いたホテルでございます、アネックスっていうのは、普通のラビスタよりも一つ上のランクの大人の上質な空間みたいな感じでね、書いてました。いいねなんで今回はこちらにね、宿泊してみたいと思います。行ってきましょう。はい、ありがとうございます。コンシェルジュの方が素晴らしい、我々は一番低層階だよねそうだけどさ、いいじゃん。いや、空いてなかったんだよね。そう、もうね、予約いっぱいだったからさ、ホテルと思えないほど早く自分のフロアに着きますから着きました、はい、着きました。どうぞ。あー、なんかもう綺麗だね。うん、こちらカードキーじゃなくてね、ルームキータイプです。いいね、この金色の15巻のあるこんな感じ。302なくさないで。あ、ちょっとすいません、お部屋紹介の前に早速ね、温泉に行きたいんですよ、うちら。そうね、貸し切り風呂ね。もう着替えましてあ、いいね。ね、ここはなんとね、大浴場が男湯、女湯、で大きいのがあるのと、あとね、貸し切り風呂がね、3つあるんだって。で、予約とかはなく、で、しかも無料なんだって、で、ここは24時間やってます、ので、ちょっと今ね、そっちに行ってみたいのさ。だからちょっとお部屋紹介、後ででいいかな貸し切り風呂は左だね。全部開いてる。おー、いいね。いいね。レンガ風呂から行きたいと思います。はい。次は陶器風呂に行きたいと思います。ちょっと動画撮ってる間にね、3分の2が埋まっちゃいまして、で、うちらはヒノキ風呂に入ったかったんだよね、なのでちょっと待ちます。ヒノキ風呂開きました。大本命行きましょうね。
15分ぐらい使っただけですっごい汗。なんか露天風呂ってさ、風あるからさ、あんま温まんないじゃん、うん、けどな、お湯の効果なのかすっごい汗かいた。よっしゃ、行きましょうか。ね、これから大浴場に行きますシャンプーがないからね、うん、そうなの、こっちね、ボディソープあるんだけどね、シャンプーないからね、大浴場に行ってまたね、ざっと一回ね、クリアにしよう。お風呂も2回入りまして、さっぱりしてきました。疲れましたね、はあ、気持ちよかった行きますよ。じゃじゃじゃーん、綺麗ですね。これで一番お安い部屋。そう、十分だよね。十分、低階層と言われるプランの中の3階と4階、その中で部屋が選べないんだけど一番安いって感じね。まあうちらは3階でね、これで最低ランクって考えたらすごいレベル高くない？お水が大量に置いてあります。大浴場の方にはね、ガルナっていう北海道のコーラみたいなやつと、うん、お水がね置いてあって無料で飲み放題でした。あ、テレビ入ってんな。日常感を出さないようにしてくれてんな、うんうん、お化粧できる。そしてこっちがクローゼット。綺麗だね。ねえ、ちなみにね、いきますよ、うん、景色はこんな感じ。ちょっと薄暗くなってきましたね。あとは、あ、なんだろう、あ、五島健ちゃん、コーンポタージュをかけ置いてある。お茶セットとコーヒーセットがあるよね。あー、すごい、鉄のやつじゃん。そう、これがもう本当の茶のやほか、コーヒービルセット。すごっ、冷蔵庫、冷蔵庫も隠されてるんだ。ちょっとお布団のふかふかチェックだけいい？よろしいですか。うん、あ、いいですね。ちょっと固め、ちょっと固めな感じで。これは夜楽しみだな、寝るの。はい、綺麗。はい、綺麗。綺麗だね。洗面台も広いね。うん、あー、トイレも綺麗です。もう安心の。清潔なトイレです、うん、あ、シャワールームなんだ。そうなんだ、サクッと、うん、シャワーがいいときはね、こちらで。よし、こんな感じか。これでルームツアー以上です。ゴリゴリに、うわ、元気、生きてます。あとね、最後にね、ここの楽しみがあるんですよ。なんと夜9時半から10時半までですね、1時間だけなんですけど、夜泣きそばが無料でいただけます。いいね、函館ラーメンの夜泣きそばだ、うん、ハーフのラーメンって言ってた。この後夜泣きそばお届けしたいと思います、はい、今からね、夜泣きそばを食べに行きたいと思います。満席らしくて27番の木札もらった。普通のラーメン屋さんじゃん、もうね、大行列のラーメン屋さんみたいな。
こんなみんな食べに来るんだ。全然来ないと思ってた。知らなかったな。まあちょっとね待ちましょう。完食。よし、行きましょう。明日も早いんで眠りますか。あ、最高。おはようございます。おはようございます。現在6時30分朝ごはん会場に並んでおります。まだ準備中で7時から会場となります。一番乗りだね。一番ですね。食べ放題とか、うん、ね、ご飯がね待ってると思うとね。そうね。作戦考えてるんですか、先生。まずね、あの2回は食べたいんで、まずは行きます。なるほど、はい、そして次用ですね。はいはいはい。赤酢飯だね。しっかり本マグロ、青森のサーモン、レバー、タコ、かけ放題です。マイカ、はい、いいね。よいしょ。醤油めっちゃある。昆布、あ、これ締めかな。道民の醤油だって。いや、全然食べたいんだけどね。生酢はいけたな、朝から。さっぱりだね。うん、松前漬けも好きだな、俺。行きたい。ネギもあるし、あんかけまである、うん。これはいいね。焼きたてですね。はい。うわ。ズワイガニの鉄砲汁か石狩汁。どっちにしよう。スタッフの方との絶対に切らさないぞっていう戦いもあるね。そうだよね。常に満杯でお客様に挑んでますよ。めっちゃ目光らせるスタッフの方から。本当激しいですよ。こっちもあるし、あれだよ。
朝からお酒もいけちゃうんだ。うわ、お酒飲み放題なんだこれ。すごいね。あー、いいね、これ。これとかやばいよ。これトマトジュースだってよ。トマトジュースだ。黄色いトマトジュースがいるか。これまたいい席ですね。味噌もうまいし、野菜の甘みめっちゃ出てる。あ、朝の体がこれを求めてたんだなって思う。いいですね。柚子の味する。だし巻き卵、だしの味のやつ大好きです。インカの目覚め、真っ黄色のやつ、うまっ。うまいわ、そら。ロバタ焼きみたいなところで、ショコタ焼き、いいの、うん、れいいですね。やば、これも実際に焼かれてるやつ、外でいい。うんうん、あーうまっ、やば、うまい。迷ったんだけど、あ、うまっ、めっちゃうまっ。乾いてないし、身が本当に乾い。ラストシシャムです。うん、一本酒までうまい。トマトも嫌なとこない。うまっ。まあ、トマトに元から嫌なとこなんてないんだけど。まず前半戦が終了しましたから、よし、まだ余力はありますんで後半戦いきましょうか。はい、2巡目です。素晴らしい色取りですね。綺麗でしょう。ちょっと龍馬より持ってきたんじゃないかっていう説もある。和と洋でね、うん、2回食べるっていうのが我々のセオリーですね。うん、いただいていきましょう。いきましょう。いただきまーす。2回目。あ、美味しいわ。いちごジャムでダブルでいきたい。いいね。すごいわ、このこれ。あ、飲まないぐらい。うわ、すごいね。この世にはまだまだ無の幸せがあるなって思う。素晴らしいコメントだね。これぐらいうまい。スナブレッカー、じゃあ箸でつかめないぐらいとろとろ。うわうわうわ、ね、うわ、しっかり卵の味も入ってるのがすごい。完全に全部おいしい。ローストビーフもすごい。これ美味しい。うまい、やばっ、やばっ。アマロストビフの爽やかなタイプです。信じらんない。しっかりデザートまでね。最後です。いただきます。柚子と蜂蜜のパウンドケーキ。うまっ。バーナーですね。
美味しいわ。このバイキングの中で一番うまいかもしれない。よかったアップルパイもすごいね。ガチなのアップルパイだ。うん、ガチアップルパイだ。わぁ、おいしい。しとしと。シナモン効いてる。デザートまで美味しいんだ。すごい。ショコラテリーヌ、うまっ。食べないのこれ。うん。めっちゃ濃厚だよ。じゃあ、パウンドケーキ持ってこいよ、自分で。バームクーヘン。いいよ。めっちゃバームクーヘンも超バターが。バームクーヘンね、ラスリーしちゃったからね、私譲ったの、龍馬に。優しき。パウンドケーキめっちゃうまい。これよ。箱なんでヨーグルト。忘れてた。プルンプルンだ、なんか。もうブルーベリーだ。お褒めさせてるから。大好き、ブルーベリー。いや、美味しいね。あったら買って帰りてるのか。聞いてみるか。これ売ってるんですか。料理長呼んできて。ブルーベリーソース褒めんだよ。他に褒めるのがいっぱいあったろ。何言われたろうとかって聞いて、ね、ブルーベリーソースです。ブルーベリーソース。なんかもうちょっとオーバーイートしたけどさ。いや、わかる。食べれるんだよね、もう少しね。すぐもう食べたいのが決まってるからさ、うん、ちょっとね、うん、ヨーグルトプリンが箱立てプリン、これすっごい濃厚だ。プリンだけじゃない、他にも食べたことあるデザートが存在してる。ババロアに近いからね。あ、ババロアかもしんない。それぐらいの固めのね、食感でね、でも柔らかい。なんか変な甘さなくて美味しい。卵本来の甘さでやってるから、ね、うんうん、そうやだねー、めっちゃ食べっぱい。めちゃめちゃ食べた。ごちそうさまでした。特別早いんでね、うん、我々の部屋は。そうそうそう、低層階なんで、あの1時間チェッカーが入るね。そうなんだ、10時なんだよね。ラビスタのアレックスの方ですね、うん、最高でしたね。最高、結果最高でした。マジで満足した。本当だね、うん、今回の我々の明細じゃーん。45,300円。はい、3連休のど真ん中だからちょっと割高ではあるけどね。少し高いかもしれないね。普通の土日だったらもうちょっと安いわ、うん、あと駐車料金入って1000円上がってるからね、うん、我々はね。絶対にまた来よう、うん、ね、また来たいと思います、うん、じゃあ今回もお付き合いいただきどうもありがとうございました。バイ。